皆さん、こんにちは。島田病院救急科内科の長田忠です。これから、総合内科専門医試験、デイズバライブ2024を始めたいと思います。よろしくお願いします。まず、総論と本番組についてお話しします。品質疾患は内科専門医試験と総合内科専門医試験で重複しています。 総合内科専門医試験はマニアックな疾患に関する資材が増加してまして対策が難しくなってきています。しかし平均得点率は第50回が66.09%であったのに対して第51回では69.05%合格率は第50回が71.85%だったのに対して第51回では87.36とアップしています。 合格率アップの原因としては、学習方法の確立、教材の増加、品質疾患の判明により、重点的な学習が可能となり、落としてはいけない問題を落とさなくなったことにあると考えています。ただ、内科学会も第51回は合格者が予想以上に多かったことを踏まえ、52回は難化させてくることが予想されます。 二択問題を増やす、細かい知識を問う、画像問題を増やす、マニアックな疾患の問題を増やすなどの手法で難化させてくると考えています。内科専門医試験デズバライブ2024で品質疾患対策をしつつ、市調性をつけないようにすることが大切です。2023年の資材と今後の 死体予想疾患を解説する本番組をセットで学習するようにしましょう。